こんにちは。タロットティアナの霊視タロットチャンネルにようこそ。こちらのチャンネルでは、私タロットティアラがその時気になった人物や事件、ニュースなどをタロットで取り上げていくチャンネルです。はい、そして今日のテーマは北海道旭川市佐藤智弘くん行方不明事件の真相を霊視タロットで追っていくというテーマになります。この佐藤智弘くん行方不明事件はとてもリクエストが多かったんですね。はい、なので今日は佐藤智弘くんにクローズアップしていきたいと思います。今日取り扱うテーマの詳細です。まずは智弘くんは生存しているのかどうか、そして失踪当時その時一体何があったのか、突然ね姿が消えてしまった、一体そこで何があったのか、そして本当に新宿にいるのだろうか、彼らのね目撃情報が新宿で多い、かつホストクラブに張って働いているという噂もね聞こえてきたんですね。はい、本人なのか、そのホストクラブで働いているというのは本人なのか、本当に新宿で生きているのか、そういったことも霊視タロットで見ていきたいと思います。まずはこちら行方不明事件の概要をご説明します。2012年ですね、1月15日の午後9時30分ごろ、当時13歳であった佐藤智弘くんが突然家出をしてしまいました。失踪する前日はお姉さんとテレビのチャンネル争いで兄弟喧嘩になった。その時に壁に穴を開けたり、自分で買ったゲーム機を壊してしまったり、すごく暴れたそうなんですね。翌日そのことをお母さんに咎められると、佐藤くんはブチ切れてしまって、その9時半に家を飛び出してしまったそうなんですね。お母様との喧嘩が原因だとされています。飛び出してしまった時の所持金はわずか1000円ちょっと、携帯電話も置いたまま、しかも気温はマイナス15度、北海道のね極寒ですよね、マイナス15度。しかもですね、目撃情報がその後パッタリないということなんですね。移動手段のバスや電車、タクシーでの目撃報道もない。それから数年経って、実は新宿2丁目でホストとして働いているんじゃないかっていう目撃情報が寄せられてきています。はい、お母様の携帯に何度も非通知で無言電話があったということですが、佐藤智弘くんは生存しているのでしょうか、何らかの事件に巻き込まれてしまったのでしょうか、それを今日は徹底的にタロット、霊視タロットで解明していきたいと思います。では、まずはですね、佐藤智弘くんの、生年月日から割り出されたパーソナリティカードのご説明をさせていただきます。佐藤智弘くんは1999年9月17日生まれ、これを全部ばらけて足すと45になって、45をさらに1の位を足すと9という数字が導かれます。9はこちら隠者のカードなんですね。隠者のカードを持つ方はとても、孤独に強い。見てください、この寒々とした雪の大地に立つ隠者、一人で飛び出す智弘くん、何かね彼の性格を暗示してますよね。はい、孤独に強い人なんですよ。そして真実を追求するためなら家族や今までのつながりをもう切っても構わないようなね、そういう一本筋の通ったところのある人なんですね。はい、なので自分にとっての真実を追求するためには全てを捨てても厭わないみたいなところがあるんですよ。かつ孤独に強い、真実のためなら全てを捨てる、この
カードを持っている人は最近で言うと小林麻耶さんですね。小林麻耶さんも自分にとっての真実のために実のお母様やお父様との絶縁したとかね、そういうね、自分のこだわりのために何かを捨てる、バサリ家族さえも捨ててしまうようなね、突然の暴挙に出るような人でもあるんですね。はい、かつ孤独に強い、こんな性格の佐藤智弘くんですが、この性格を踏まえた上で見ていきます。そして彼のね、写真を見た時に私はすごくね、気になったことがあったんですね。これは人相学から見た佐藤智弘くんのご説明もさせていただきます。佐藤智弘くん、皆さんサムネで見ていただくとわかるんですけど、この眉間にね、特徴的なあざがあります。これは生まれついてのあざということなんですが、この陰道って呼ばれる場所なんですけど、ここにあざや傷がある人っていうのは災難をね、招いちゃう、災難を呼んでしまうんですね。はい、なぜならこの眉間の間、陰道から幸運とか運気って入ってくるんですね。だけどここに傷やあざ、もしくは何かほくろじゃないな、あざですねがあると入ってこれなくなっちゃうんですよ。止まっちゃうの、ストップしちゃう、幸運がね、運気っていうのが止まっちゃう人なんですね。なのでこの人は元からそういうね、運命にあるっていうか、生まれついてのものだったらね、災難を呼んでしまう、自分で災難を引きつけてしまうようなところがあるんですね。眉間にあざのある人、傷のある人ですので、もしね、ご自分が眉毛の濃い人っているじゃないですか。眉毛が濃くってここはつながっちゃう人いるでしょう。それもここをね、ちゃんとね、指2本分ぐらい開けておいてほしいんですね。眉毛でさえもここが詰まってると幸運が入ってこれなくなっちゃいますので、ぜひね、自分の眉毛濃いなと思ったらここは必ずすっきりと綺麗に開けておくようにしてください。はい、幸運が入ってくる入り口です。そして元からあざがある佐藤くんっていうのはちょっとね、災難を招きやすいっていう人相だったようですね。はい、これを踏まえた上で見ていきましょう。はい、では早速隠者のカードを持つ佐藤智弘くんの霊視タロット、一体その時何があったのか、智弘くんは生存しているのでしょうか、本当に新宿で働いているのか、そういったものを見ていきましょう。もう20代前半ということですね、元気でいらっしゃったら。真冬の北海道の夜、マイナス15度の中、薄着で家を飛び出してしまった佐藤智弘くんです。一体何があったんでしょう。しかもね、全く目撃情報がないっていうのもね、不思議ですよね。佐藤智弘くんの事件はとてもリクエストが多かった事件です。はい、では見ていきましょう。まず佐藤智弘くん、一体過去に何があったのか、
じゃん。カップの4、逆1、これはないものねだりカードですね。ないものねだりカード、自分が何を求めていても、こう何を求めているのかさえもわからないっていうか、常に不満を抱えているような人です。はい、その不満がね、爆発してしまったんでしょうね。お母様とお姉様と喧嘩したこと、それを抱えていた不満が爆発してしまった。ではその時一体何があったのか。おー、ペンタクルス9の逆位置なので、これはお母様ですかね。お母様がお金のこと、ペンタクルスはお金を表します。お金のことで常に揉めていたのか、お母様の恋人との関係があったのかな。何かね、ちょっとね、女性とお金っていうキーワードが出てきましたね。しかもあんまり良くない逆位置だからね。お母様に恋人がいたのかもしれないですね。じゃあこれはちょっと置いといて、次は何が邪魔、障害になっていたのか。ソードの8、正位置なので、結構ね、あれやしなさい、これしなさい、これはしちゃダメ、あれはしちゃダメ、ゲームは何時間以内、勉強しなさいっていう風にね、相当プレッシャーをかけられていたようですね、お母様から。佐藤智弘くんはお母様を楽させてあげるためにお医者様になりたいっていう夢があったらしいんですけど、お母様が結構きつい人だったんじゃないでしょうかね。あなたお医者さんになるんだったら、ちゃんと一日何時間は勉強しなきゃダメよとか、ゲームはしちゃダメよとか、相当縛られていたようですね。それにもう耐えられない、バーンってなっちゃったじゃないでしょうかね。なんかね、お母様の束縛を感じますね。はい、母子家庭でお金に困っていた、自分を楽して楽させてくれるって言ったじゃないみたいなね、そういう感じでプレッシャーをかけていたようですね。ではですね、お母様、ご家族どう思っていたのか、智弘くんを。ペンタクルスの5、逆位置、これはですね、むしろお母様というよりも、これは彼を連れて行こうとする人のようですね。彼を連れて行こうとする人、彼の身近にいた人、近所の人、このまさに雪ですよね。雪の降る日、失踪した1月15日の雪の降る日、雪降ってなかったのかな、まあ、寒いその当日、彼を狙ってた人物がいたんですね。それは逆位置で出たし、あとこの光のステンドグラスは境界を表します。本来この二人はこんな寒いとこにいるより、境界、神の国に入った方が暖かいし、食べ物もあるしいいのに、あえて入れない二人なんですね。それは道を外した二人なんですよ。ということは犯罪犯してる人、
犯罪を犯している人、誘拐しようと狙った人、明らかに下心のある人が彼に声をかけたようです。車なのかな、車ですかね、それとも近所の人かもしれません。こんな日に何してるの、こんな寒い時に何してるの、ちょっと車にこっち乗りなよって、連れてってあげるからとか言って、どこも行くあてがないんだったらとりあえずうちにおいでみたいな感じで、下心を持って近寄ってきた人物がいるようです。では智弘くん、その人物に対してどう思っていたのか。フェージオブソード逆位置ということは、これは相手はね、そんなおじさんではないですね。ページは若者を表します。頭の切れる若者、そしてすばしっこいっていうか、柵を練ることができる。しかもその逆位置で出たからいい青年ではないんですね。下心を持って近づいてくる青年、最初は優しいお兄さんだなと思ってたけど、実は彼は男性趣味っていうかね、智弘くんを性的に搾取しようっていう下心があって近づいてきたような人です。はい、そういう人がいるようですね。若い男性です。20代かな、20代ですね。では智弘くんの状況、スタート逆位置、そうだな、これはね、理想の女性を表す、あと希望を表すんですけど、その時に希望が全部見えなくなってしまった、逆位置なので絶望してしまった、自分の夢が叶わなくなってしまった、医者になろう、お医者さんになってお母さんを楽させてあげようっていう夢があったけど、もう自分は諦めた、家出したことによってね、この人にね連れてかれちゃったからね、この人物、若い人物に連れてかれてしまって、もう学校に戻ることはできない、諦め感が漂ってますね。自分の希望、お医者様になるっていう希望は立たれた。じゃあその相手ですね、相手の周囲、ワンドの2、ワンドの2逆位置、逆位置だったんですけど、このワンドの2はね、逆位置も正位置も同じです。なのでこの本人は割と希望にあふれていた、仕事をができるし、あと通常の生活をね送っていた人ですね。自分は普通に仕事に行っていた、そして新しい仕事もやろうと思って、新しい仕事っていうか、なんだろうな、智弘くんと一緒に新しい生活を始める喜び、期待みたいなのをね秘めていたようですね。近隣に住む一人暮らしの男性、智弘くんをしばらくかくまっていたようです。はい、部屋、家で自分ので、彼はそれを良しとしてた、嬉しかったんじゃないでしょうか。ではその二人の願望や不安の位置にはどんなカードがあるんでしょう。クイーンオブソード、これはお母様ですかね。お母様に見つかる
見つけられるっていうのはね、怖いんでしょうね。見つけてほしいけど言い訳するのが怖い。今までの自分の経緯を伝えるのが怖い。怒られるのが怖い。怖い人なんですよ。彼にとってお母様っていうのはすごく怖い人なんですね。こんなにねプレッシャーを与えられていたからね。だからこんな家出してしまって変なお兄さんについてし行ってしまったことで怒られるのが怖い、そういう気持ちがあったから帰れなかったんでしょうね。あとこの人、悪い男の人に、まあ軟禁されてたっていうかね、軟禁されてたんじゃないでしょうかね。軟禁ですねこれはね。でお母様に言い訳できない、怖い。では未来ですね、彼の未来というか、まあ未来なので現在どんな感じになっているんでしょう。あ、ソードの3逆位置、ソードの3の逆位置は相当辛い感じですね。刺さってるからね、相当今の状態はきついんじゃないでしょうかね。悲しみに暮れてます。これはね涙なんですよ、悲しみの涙。雨、雲から出ている雨は悲しみの涙です。ということはじゃあ最終結果を見てみましょう。バンドの5逆位置、これもねいさかいを表します。なのでこの人、この人物と喧嘩した、喧嘩、いさかい、このワンドの5は棒を持っていさかいしている仲間たちなんですけど、これが逆位置になっちゃうといさかいの悪い面が強調されるんですね。なのでこの人物と喧嘩して別れ別れになった、それで今誰も頼る人がいない、すごく孤独、あまり幸せな状況じゃなさそうですね。はい、じゃあね、まあそもそもね生存しているのかって言ったら生存はしているとは思うんですけどね、あんまりいい状況ではないですね。ちょっとね一枚何かアドバイスというか製造について聞いてみましょう。あ、リジョイス&セレブレーションなので、生きてはいそうですね。生存はしているでしょう。そして新宿にいるのかって言われたら新宿、そうですね、そういうね夜の街ですね。まさにこれカップを捧げてる、まさにねホストクラブでシャンパンを飲んでるっていう状況ですよねまさにそうですね、シャンパン、お酒とバラの日々。でも彼はそれをまあ楽しんでるかって言ったら辛いと思いながらやってるようです。はい、お酒に関するところにいるでしょう。そして孤独、誰も信用できる人がいない、仲間がいない、孤独を感じている。はい、なのでともひろくんは生存はしていると思います。そしてお酒に関する仕事をされている。そして失踪時、若い男性に
甘い言葉で連れ去られた。でもその相手はとても下心のある人でした。で、彼はもう夢を諦めて自暴自棄になってしまった。お母さんが怖くて帰れない。はい。きっとね、これはね、お母様がね、お金のことでとても彼をこう責めてた。あなたがお医者さんになるって言ってくれたんじゃないみたいな。だったら勉強しなさいみたいなね。そういうのでとてもね、窮屈さを感じていた、プレッシャーを感じていたようですね。はい。なので、このように結果になりました。彼は生存しているでしょう。そしてこれからもお酒関係の場所で見つかる目撃情報が出てくると思います。はい。このような結果になりました。皆様、いかがお考えでしょうか。よろしければコメント欄に残しておいてください。そして、この人を見てほしいよっていう方がいらっしゃったら、ぜひコメント欄にリクエストを残しておいてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。